オットー・ヘルマン・フォン・ロッソーは、ドイツの軍人、バイエルン王国、豊富出身。父は、地主のオスカー・フォン・ロッソー。母はその妻・ヨハンナ。1886年に、実家ギムナジウムを出て、バイエルンこの F 評連隊に入隊。間もなくミュンヘンのバイエルン戦争大学に入学し、1888年に、卒業すると少尉に任官した。 1900年から1901年には、東アジア遠征第二不評旅団の旅団長副官として、義和団の乱に揺れる大新帝国に派遣され、義和団の鎮圧に参加した。1908年には、少佐に昇進するとともに、プロイセン参謀本部に配属された。バイエルン王国第八不評連隊、大公フリードリヒ二世、フォンバーデンに、大隊司令官として配属された。 1911年に中佐に昇進するとともに、オスマン帝国に軍事指導官として派遣され、オスマン帝国軍参謀本部に所属した。バルカン戦争には、オスマン軍不評師団の師団長として参加。1914年に第一次世界大戦が始まると、西部戦線のバイエルン第一予備軍団の参謀長となった。1915年7月に、 オスマン帝国コンスタンティノープルのドイツ大使館の駐在部官となる。1916年に少々に昇進。1918年には南部国土防衛軍参謀長となった。戦後、ドイツの敗戦と皇帝隊員に失望して一時軍務を離れるも1919 19年にはバイマル共和国軍の公兵隊や不評学校の司令官に就任して復帰した。 1922年12月にアルノルト・フォン・メールに代わってミュンヘンに駐留する国軍第7軍管区の第7師団師団長となる。さらに第7軍管区司令官となる。1923年9月にグスタフ・フォンカール元バイエルン首相がバイエルン州の立法権と行政権を合わせ持つバイエルン州総督に任命された。これにより バイエルン州議会とバイエルン州政府は力を喪失する一方、バイエルン中流第7軍管区司令官のロッソー少将とバイエルン治安警察長官のハンスフォン・ザイサー大佐の発言権が拡大し、バイエルン州はカール、ロッソー、ザイサーによる3党政治体制に移行した。カール総督はバイエルン保守の典型であり、中央政府のグスタフ・シュトレーゼマン首相や、 ベルサイユ条約に反対し、フランスのルール地方占領に反対した。また、自由主義者、社会主義者、共産主義者を嫌った。バイエルンのビッテルスバッハ王家の復活も視野に入れていた。カールは、ベルリン新軍を狙うナチ党をはじめとする、バイエルン右翼、保守勢力と緊密に連絡を取り、ベルリン中央政府への敵対を強めた。ロスソー少将は、 バイマル共和国軍をバイエルン側に取り込もうとハンス・フォンゼークトとの仲介役になっていたと言われる。おそらくそれを危険視されて10月20日には中央政府の国防省オットー・ゲスラーがロッソー少将を第7軍管区司令官から解任すると発表した。これに対してカールは第7軍管区をバイエルン国軍に解組すると宣言し、 ロスソー少将をバイエルン国軍司令官に任命した。そして間もなく、カール政府はベルリン新軍を決意し、ナチ党の突撃隊が所属する闘争同盟などに、対してその準備を開始させたが、ゼークトから早まらないよう説得があったこともあり、カールはベルリン新軍について日和見になっていった。イライラしたナチ党党首アドルフ・ヒトラーはカールを除いて、ロスソー少将と、 ザイサー大佐と組んで、ベルリン新軍を起こそうとしたが、ロッソーも、ザイサーもカールを除くことには、消極的だった。ヒトラー率いるナチ党は11月8日夜に、カール、ロッソー、ザイサーが演説中だった、ビュルガー・ブロイケラーを占拠して、強引に、ベルリン新軍を迫った。ヒトラーの説得に対して、カールやザイサーはヒトラーに抗議したが、ロッソーは口をつぐんでいた。その後、 エイリヒルーデンドルフ大将が到着し、ルーデンドルフから説得を受けると、軍人のロス総ー少将が真っ先に大将からの命令として、これを受け入れ、一気への協力を表明した。ついで警察の財産大佐も指示し、最後には文官のカールも指示を表明した。しかしロス総ー少将はヒトラーがビルガーブローケラーを外した隙を見計らって、ルーデンドルフに一気に協力するためには、 軍司令部に戻り、命令を下さねばならないと主張して、ビュルガー・ブロイケラーを出る許可を求めた。ルーデンドルフはこれを許可してしまった。ついでルーデンドルフは、カール総督と、財産大佐にも外へ出る許可を与えた。そして11月9日午前2時55分に、ロッソ総少将は次の電報を発した。州総督本カール、本財産大佐及び本ロ総将軍は、ヒトラーの一揆を容認しない。 我々の一騎指示の表明は重厚を突きつけられたためにやむなくしたものであり無効である蒸気使命の乱用に注意せよフォンドスソーだがそれでもルーデンドルフは軍も警察も先の戦争の英雄である自分に銃を撃ってくることはあるまいと確信していたヒトラーも同意し11月9日昼にヒトラーとルーデンドルフ将軍は突撃隊員を率いてミュンヘン中心部へ行進を開始した しかし、バイエルン集計艦隊が発砲。突撃隊員たちは、総崩れとなり、一機は、失敗に終わった。ヒトラーやルーデンドルフ将軍は反逆罪容疑で、裁判にかけられた。カール、ロッソウ、ザイサーは、証人として招集された。ロッソウはヒトラーに罪をなすりつけようと焦るあまり、矛盾めいた証言をたくさん言ったため、ヒトラーにとって逆に有利な証人となった。 1924年に退役を余儀なくされ、トルコへ移住したが、その後ドイツへ帰国し、1938年には、ミュンヘンで死去した。ABCDEFGHIG も、ハット ABCDEFGHIJ、歴史コンでアベアマハトハット AB ヒアマ、P66 フェスト、上官、P228AB ヒアマ、P69AB ヒアマ、P70 フェスト、 上巻、P237、トーランド上巻、P180 フェスト、上巻、P238、トーランド上巻、P183、トーランド上巻、P187、トーランド上巻、P191 フェスト、上巻、P247。ありがとうございます。